皆さんこんこにちは経営コンンサルタントの中野です今日も中野裕二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。2019年2月16日土曜日暗号資産草コイン中野研究会はい今日土曜日ですね金曜日の夜なんだけどもさっきね夜の ライブが終わってですね、で来週の月曜日から XM のデモ講座ね、MT44 を使ったデモ講座に変わりますんでね、えー、本日のお題ということで、FX デモのシーズン2ですね、はい1 <laughs> ヶ月と1週間続いたですね、えー、DMM のですね国内講座 DMMFX のですねデモ講座。 をえー、晴れてねそう皆さん卒業することができそうかなという,うに思っております。まあ、それでね、あのーまあ、この DMMFX の1ヶ月キャンペーン中ですね、まあ、500万円をいくらまで増やせるかということでね1700円までに入れば、えー、1万円ねもらえるっていうキャンペーンでみんなで頑張ったんですけどもまあ果たして何人がね1700円台に入って。 1>, 1枚も,もらえたかどうかっていうのはちょっとわかんないですね。あともう少し、えー、今何時かな ?2 時40分なんで、朝のね、2時40分なんで、あと4時間、4時間ぐらいですかね。6時50分ですべ、えー、ての決着がね、つくということですね。はい。で、私は670万ぐらいかな。はい。なので、 まあ、1700に入っていることが分かりませんが、まあまあ、途中調べたときはね、399位でしたけれども、まあ、400位でしたけどもね、まあま、400位って言ったら1700位よりだいぶ上いってるからね、大丈夫かなと思います。で、XM の MT4 のデモ、デモ講座解説とダウンロード方法をね、今日はやっていきたいと思いますよ。で、ウェブの方へ行ってみましょう。 ということで、えっとですね、まあ Google Chrome を開いていただきまして、まあインターネットエクスプローラーでもいいんだけどね、なんか最近高機能みたいに、高機能になったみたいですけどね。インターネットエクスプローラーはね、マイクロソフトが作ってるんですよ。まあもともとインターネットエクスプローラーって会社があったんだけど、買収してんだよね、マイクロソフトがね。で、Google は Google で。 えー、Google Chrome って作ってますけどねでここで検索で XM デモ講座って入れ,まし入れてください XM スペースデモ講座はい XM 大文字スペ,ース,デモスペースデモ講座解説かな解説と XM スペースデモ講座解説 で、広告は飛ばしていただいて、上の方も飛ばして、これ、XM トレーディングってやつね。これを押してください。他のとこ押しちゃダメだよ。違うとこ行っちゃうからね。でね、ここで、デモ講座解説ってありますよね。XM トレーディング、新規の方ですかそうですよね。で、こっちを押すと、リアル、本当の講座、本当のお金を、ね、本当の1万円とか、1000円とかのね、本当のお金の講座になっちゃうから、まずこっちね。 デモ講座解説を押してくださいそうするとこういうのが出ますよなのでデモ講座登録英語のアルファベット文字のみを用いて以下のフォームを完成させてくださいデモ講座は最大5つまで解説いただきますと、まあ、1つのメールアドレスで5個できんじゃないかなで名前は、まあ、アルファベットなのでタロウ山田なんでユージナカですね 最初の字だけ大文字ですね。U 字。あち。U 字ですね。あち。あれ大文字にするときはね、シフトボタンを押しながら、y, y とかね、キーボードを押すと大文字になります。シフトボタンを押さないと小文字のままね。はい。U 字なかなと。ていう 居住国はそのままジャパンですよね。都道府県は、えー、皆さんの住んでるとこね、僕だったら千葉県松戸市、これもローマ字で入れてくださいよ。千葉、横浜県、天、松、戸横浜市。はい、県と市まででいいみたいですね。 はい。で、電話番号は、まあ、携帯電話でいいんじゃないですかね。えー、最初の0を取って、90の1218の1504ですね。で、メールアドレスは、まあ、僕は Yahoo、y 使います。ヤフーね。えー、希望言語は日本語にしてくださいよ。まあ、マレー語とかダメだからね。ロシア語とかね。ベンガル語って何ですか 日本語にしてくださいよ、必ずね。で取引、<laughs> プラットフォームは必ず MT 4にしてください。MT5 使いにくいから、<laughs> MT 4にしてくださいよ。口座タイプはスタンダード。口座の基本通貨は JP は日本円ですね。JP ジャパン円ですね。レバレッジは、えー、1対888で、ね、そのまま一番上ですね。 で投資額は500万一番下の500万円にしてください。はい。で、パスワードはまあ自分の好きなやつね。入れますよ。自分の好きなやつをね。入れます。で、ここに、小文字、大文字、数字の3種類の文字を含める必要がありますと。ということで、まずは、ノートに書いてから、ノートに書いてから、書いてくださいよ。で、小文字、大文字、小文字、数字ですね。 書きました。それでここはお、あのメール。私はニュースレターや企業ニュース、商品の最新情報を受けることに同意しますと。まあ、もらった方がいいですよ、これ。XM ね。で、デモ講座解説と。お待ちくださいということですね。はい。で、x 7でのデモ講座解説。おめでとうございます。お客様、ご指定の E メールアドレスに送付されたリンクをクリックして E メールを承認し、登録プロセスを完了してくださいと。僕はここに送ってくれるように頼みました。 受信ボックスにメールが届いてない場合は、メールフォルダーもご確認くださいということですね。なので、メールを見てみましょう。Yahoo だから。Yahoo ですね。まあ、Google だったら Google ですよ。見てくださいね。僕、Yahoo こっちなんで。でここに x m が届いてますんで、まあ、Google だったら Google 届いてますよね。で、E メールをご確認ください。これは一緒ですから。 ね、ーー <laughs> Gmail にしなくてごめんね XM トレーディングのデモ講座を解説いただき誠にありがとうございます登録プロセスを完了するにはこちらをクリックしてくださいこれ赤いところねここでもいいんだけどね <laughs> Email の確認が済みますと登録プロセス時に作成したパスワードと割り r て i れ r t m t 4の <laughs> えちょっと待ってお客しすぎたこれいいのか ID を使用して弊社のプラットフォームからデモ講座へのお取引を開催していただくことができますと。で、よろしくお願いしますということなので、24時間以内に、まあ、ここ、こっちを見るよね、こちらをクリックしてください。押すと。で、承認しますということで、えー、<laughs> デモ講座確認、XM でのデモ講座解説をおめでとうございますと。 で期間無制限かつリスクなしで取引の練習や取引戦略をお試しいただけるデモ講座が無事開設されました、まあ、リスクはないよねデモだからねで、期間も無制限ですね DMMFX の場合は3ヶ月だったんですよねそれが今回は無制限になるということですね それで、これが必要ですね。MT4 の ID が、あの、与えられます。ID はね、メールアドレスじゃないですからね。これですからね、覚えておいてください。まあ、写真撮っておいてもいいですよ。スマホの写真に撮っておいてもいいですよ。まあ、撮っておいた方がいいかもしれないね。こうやって写真でね。カシャって。で、ご登録時に作成したパスワードと渡りら,られた MT4 の ID を使用して、お好きなプラットフォームから、 口座の取引を開始してください、まあ、お好きなプラットフォームっていうのは MT4 か MT5 ってことなんですよ。で今回 MT4 選びましたから MT5 ではできませんね。MT5 MT ではできないので MT4 です。ログイン情報は大切に保管,保管してください。弊社のサポートチームの方へいつでもパスワードの変更を申請,受け申請いただけますと。ということで次にこの XMMT4 プラットフォームをダウンロードする必要があるんですね。 で、ここ押してください。やっことね。ちょっと待って。いいよね。で、メタトレーダー4なんです MT4 ってメタトレーダー4。5もあるけど、4でいいですからね。で、パソコンは Windows だったらここ押してください。Mac だったらここ。はい、あと iPhone。iPhone はここ。iPad をここ。Android 端末はここら辺ですね。 押すということなので、私は今、Windows パソコンなので、これを押すと。はい。で、こういうのが出てくるんですよね。で、えっと、ダウンロードですね。これ、こっちを押します。こっち。赤いのね。実はもうダウンロードされ,されてんだけど、まあいいかなと。もう一個作っても。はい。これがこうなってるんで、ここの、ここのところ矢印ね。ここ、開く、だと思いますけどね。 でこのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますかって書いてあるので、はいですね。はい、ということで、ここでエンドユーザーライセンス同意書があるので、これ全部、まあ、読むの大変ですけど、読んでいただくか、まあ、読み飛ばして次へ。はい、で、これちょっと待っていただいて、こんにちは、あなたの取引プラットフォームをインストールしていますと、プラットフォーム内では投資戦略を見つけたり、 取引のために仮想ホスティングをレンタルしましょうってしないしなくていいですよで、完了しましたのでこれパソコンの性能とかねインターネット回線の速度によって違います遅くなるときもありますねで、完了ボタンを押すとはい、でこれ MQL5 いうよくわかんないの出てきますから今それ無視してくださいねそこれこうやって開きましたね開きましたよね開いたんですよ開いてどうするかですねこれね で開いてですね、ログインしなくちゃいけないんだけど、えー、取引口座にログインするんだけども、えっ、ー、と、ちょっと待ってね、メール、まずメールを見ると。これいかないからね。メール、ちょ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 。メールも,もう一個来てないかな来てますね、もう一個ね。新しいの来てて、 えっと、MT4 の ID はこれですよね。でパスワードはまあ自分がやったやつ。で、えご希望の XM の MT4 プラットフォームからサーバー XM と、ちょっとね、XM トレーディングでも3って書いてありますよね。XM トレーディングでも3っていうサーバーに接続しなくちゃいけないんですよ。それで、えー、っと、ちょっと待ってね。これですね。 ここのところで、あ、こ、今回はね、XM トレーニングデモ3っていうのがあるんだけども、ない時があるんですよね。ない時があるんですよ。それでどうするかなんですね、ない時は。えーっと、どうしたっけな。はい、いいですね。今回ね、ちょうどデモ3があるんですよね、ここにね。で、デモ3がない時があって、 その時はどうしたんかなどうしたっけなちょっと忘れちゃいましたね。えー、どうしたっけなえ ?23,800 円おこれデモ講座ですかちわかんないですね。はい。 少々お待ちしてください。デモ申請、取引口座にログイン。えー、っと、そうですね。じゃあちょっとあ取引口座にログインします。それで、えー、これですね。ID はこれなので、これをコピーして、えー、ここ。お前のやつですから、えー、貼り付けですね。 でパスワードは今回新しく設定しててはいそれで XAM ト,トレーディングでも3ですねこれログインする <coughs> そうするとどうなってるかということですねこれちょっとはい500万円に変わりましたね <In coming S 2>、はい、あ、それでえー、っとここら辺がねいっぱいあるんですけどメールボックスとかね マーケットとか,なんかいろんな情報あるんだけど一番左に取引って書いてあるんでこうするんですよそうすると500万円が入ってますはいでこで <laughs> 終わりですかねでここのところで、えー、取引保全ログインなんですが、えー、デモ講座3っていうのがなかった時にはどうしたかな、えー、前やりましたねその時ね どうしたかちょっと忘れちゃったんですけどももう一回ちょっとやってみようかそれちょっとあの飛ばしますそのやり方はねそして、えー、これね、えー、今どル円ですよねチャートを再表示 ちょっと待ってくださいね。チャート、新規チャート、USD。えー、私たちはドル円しか、まあ、最初やらないですからね。で、最初はこうなってるんですよね。これ何なんだってことですけど、まあ一応今、1、2、あ、もうマイナスが出てますね。1、2、3、4、5個あるんですよ。で、5個をいっぺんに開きたいときはこれを押す。そうするとこう出るんですね。で、最初、新規でやると、 こういうふうになってるんですね。で、これは、あの、ここのところでドラッグして広い横に広げるとこういうやつなんですよ。で、これはローソク足じゃないんですね。ローソク足じゃないんですよね。で、これローソク足にするにはどうしたらいいかというと、これがローソク足ですね。うん。ソうそ足です。で、ここは今1時間足なので、4時間足、冷やし、1時間足ですね。 1>, 1分足ですね、これがね。はい、5分足、15分足、30分足ですね。で、まあ、こうやると。ここは、これはスペースを右側に作ってくれるんですね。ただそれだけ。で、これを押すと、まあ、加工とか遡れる。これを押すと、一番前に行っちゃうんですね、いつもね。 でですね、これこうやったりこうやったり、つかめば横に行きますね。で、上行ったりはしないんですよ。横に行ったりするだけで。それでですね、これがね、不便、不便というかさ、今、こ,これしかできないんですけど、DMM を見たくさ、グニ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 って動かないんですけどね。まあ、それはそれでいいとで。色がちょっと嫌ですよね。緑と白と黒しかないので、 えー、右、右ボタン。マウスで、ここら辺黒いとこっ右ボタンを押して、プロパティっていうところをします。プロパティっていうね。えー、それでですね、まず、上昇ローソク足は大体赤ですよね。えー、だから DMM も赤だったんで、これ赤。上昇バーも赤だったので、赤。で、上、下降ローソク足は青でしたよね。青。 で、加工ーバーも青。はい。で、まずはこれで設定。そうするとね、一緒でしょ一緒ですよね。大体いい一緒かな。で、こう、上行かないんだよね。Y 軸固定されてるんですよね。で、あとは <coughs>、インディケーターですね。で、英語になっちゃうんですけど、 トレンド系とかオシエーター系とかあるんですがトレンドの中の、えー、ムービングアベレージ移動平均線ですね、はい、でパラメーターをまずは10、10、10、25、75からありましたよねちょっと待ってください、えー、10、25、75ですねで10まずは10から それちょっと太めにしといてそうですねスマホで見るとオレンジなのでオレンジ、まあ、最初はちょっと前回設定したのと一緒になったんですけど、ね、これが10移動平均線ですねで1本ずつでいかなくちゃいけないのでインディケータートレンドのムービングアベレージ、えー、次は2525 25ですねでここが 黄色ですね、25はで、えー、ちょっと中太,太めですね25次に75 <laughs> すいませんムービングアベレージ7575は、えー、水色ですねこれですね、はい、あと120と200を入れたいと思います インディケータータトレンド、えー、ムービングアプリ、移動平均線120、120何でもいいんですけど、えー、何をしようか。どうしようかな、真っ青にする見にくいね、真っ青は。えー、真っ青は見にくいですね、これちょっとね。 そうすると、えー、ウィンドウ、<laughs> どうだったかなチャートの中の表示中のインディケーターの一番下かなで、これを、うん、ちょっと色嫌だなと思ったら、そうだな緑にしようか。ここら辺。はい、変わりましたね。で、あとは白にしようかな。白もな 閉じて、で、また挿入。あ、じゃあ、インディケーター。挿入、挿入インディケーターのトレンドのームービングアブレージ。いやー、何しよっかな。ピンク。んピンク型にしよっか。200ですね。はいはい。これで入りましたね。それで1時間。 4時間、冷やしですね、これね3。1月3日の、はい。ドーンってやつからね。クラッシュクラッシュから回復してきてるよってことですね。まあ、結局ずっとロングで持ってよかったじゃんって話なんですけどね。また、やっぱり上行きそうですね。うん。やっぱり114円、114円50銭はいくんじゃないですかね。<laughs> これ横線引くときはね、すごい便利で、ラインの水平線ってやると、はい、こうやってすぐパッって引けるんで、はい。で、これダブルクリックすると動かせるんで、こうやって。で、ずれないんでね、すごくいいですよ。はい。で、時間足変えても、生きてますから、あれ生きてますよね、時間足変えてもね。 はいこれ便利ですよ、すごく。うん。そう便利ですね。で、まあ、挿入ですね、ライン。ああ、いろいろできるんですよね。いろいろ、ラインは水平、垂直、トレンドラインもできますね。トレンドライン斜め線ですね。こうやって斜め自分でこうやって斜めに引いたり、いろいろできます。 じゃ、これ消すのどうすんのかって言ったら、ダブルクリックして、デリートキーかな。上も消え、上も消えちゃいましたね。さっきでもね。ラインの水平ですね。ここら辺ですね。はい。まあ、ここまでやって、とりあえず終わりにしていただきたいんですよね。うん。こ今これ作りました。前の、これが残骸で残ってるんですよね。 これはちょっと、まあ、完成してないって感じかな。これいらないんで消しちゃいます、これも。これも。消しちゃうから、これも。で、もう一回こうやってやると二つになるって感じかな。で、こっちが、例えばこっち一時間足ですよね。で、こっちは、こっち一周足ですよね。で、これを5分足とかにして、こっちを1時間、1時間とか30分足にしてね。あ、上行ってるなとかね。 まあいろいろ <laughs> 複数の時間足をね同時に見えるっていうのがまあ結構メリットかなと思いますけどねどうなってるのかなってね思いますよはいそれで、えー、500万円入ってますで20万あると100万通貨かけられるんですよだから200万あると1000万通貨400万あると2000万通貨かけられるんですよ だから <laughs> いっぱいかけられるんですけど2000万,万通貨っていうと1ピプス動くと20万円なんですよ1ピプス20万円なんですよだからもちろんだから一応今ちょっと激しいですね動きがね今やらない方がいいですねあのスプレッドが例えば2ピプスあると40万円ですねそれあの手数料だけで40万取られますね2ピプスで40万 2000万通貨だとね、まあ。ビビっちゃうけれども、<laughs> なんかビビっちゃってる人いたけど、2ピピスもスプレッドでね、手数料で取られたら、あの、勝てるもんも勝てねえだろうっていう人いたんだけど、ちょっとよくわかんないね。その、心境がよくわかんないですね。スキャル,スキャルピングでやってんのかな、いつも。うん。だから、まあ、僕たち、長野研究会は、 いつも、あの、レンジブレイク狙いでやってるから、まあ、10ピプス、20ピプス狙いでやってますもんね、いつもね、最近はね。うん、だから、いや別に、別に2ピプスぐらい、勝てるだろうって感じでやってますからね。逆に、まあそうそう入らないですから、それで、 注文の仕方っていうのはこれがあるんですよ。これどうやって出すかというと、ここで出すこともできるし、あとはここら辺、黒いところで右ボタンを押して、えー、ワンクリックトレードですね。これ出すと。あとはまあ注文、注文発注をやめて、まあ、これもやめとこうか。これ出して、こっち、あのー、ね。 えー、こうすぐにパッパッパッパって注文できるんだけどもこういうのも良くないよね。私たちはいつも、えー、IFO でトレードしようって決めましたもんね。だからワンクリックトレードっていうのは使,使わないんで、まあ、一応出しておいてもいいんだけどね。はい。それで決済はどうするかというとここの下でやるんですよね。例えば今こう下行ってるから、まあ、これちょっとどうかな。 1>, 1分足、まあ、上来てるかちょっとやめとこうか。ここでもここが、<coughs> あれですよね、ラインが、できてますよ。あ、ちょ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 、これじゃ <laughs> ラインができてますよね、水平。ここのラインが来てるんで、ここで反発するか、落ちると、まあ、結構ブレイクしちゃうかな。 こうした落ちてきたら、あ、ブレークしたかあ。まだ分かんないですけど、したらちょっとこのセル、まあ、ショートですよね。ショート入れるとちょっといいことあるかもね。だからここが今、ここが10っていうのは100万通貨のことなんですよ。XM だと。1ロット、1ロット10万通貨なんですよ。だから10って書いてあると100万通貨これ100って入れると1000万通貨なんですよね。だから今100って入れたんですよ。 で、これと、今ちょっと怖くて入れないんだけど、下落ちる可能性があるね、これね。これちょっと明確にこのラインを抜けてきたらショート。今反発してますね。ここら辺で反発してるから。うん。まあ、でもなんでね。別にどっちでもいいんだけど。うん。 100だからそうですね1ロットが10万通貨なんですね XM はねだから100って入れると1000万通貨ですね前代未聞の1000万通貨になりますねそうだなでここにねあの入るんですよ、うん、あの注文がねでここでバッテンを押すと決済ができるんですね上行ってますねちょっとわかんないですねこれどっち行くかねー あとは、やることはね、いろいろあるんですけど、まあ、とりあえずここまでやっとけばいいかなと。で、注文はね、えー、っと、<laughs> あうこう新規注文ですねここ。ここでやるんだけど、成り行きじゃなくて、差し値注文とか、いろいろ、そうですね、これは USHAPO でいいか。 なりゆきだとほら、ダメでしょストリーミングになっちゃうから、差し値、ね、注文して、えー、ここで、バイリミットとかさ、セルリミットとかいろいろあるので、いろいろやっていくということですね。はい。で、もちろん IFOO ができるのでね、えー、やっていくということになります。ちょっと荒れてますね、これね。すごく荒れてるんで。様子見て入っていきたいと思います。今ね、ちょっとね、入ってみようかなと思うんですけど。セルで入ろうか。 明確に、明確にもっとドーンって、えー、落ちたらいいなと思うんですけど。落ちてますね。はい。これ、初めてだけ出ますね。これ、OK で。す。入ったか、今。はい。入りましたね。いきなり16万円の手数料まあ、1.6ピプスですね。手数料がね。はい。こっちは5分足ですね。こっちは1分足。明確に割ってきたので、ここね。 入ってみましたまだ、えー、11万円のマイナスで1.1、ね、ピープスですねマイナスです、ねまあどうなるかわかんない、まあ、デモなんていいかなと思いつつどうなるかわかんないなと思いつつねそうですね今10万円ですね8万今0.8ピープスまで下がりましたねまあ確かにあのーまあ 1> 今1.6でしたけど、レバレッジ。まあ、1.8ぐらいあったのかなあの、レバレッジじゃなくて、えー、ここことこの間のね。手数料がね。まあでも、まあ大したことないんじゃないかな、そんぐらい別に。うん、どんだけ。ま私たち、ね、1日10ピップスとか言ってるけど、まぁ、あ、実際問題はレンジブレイクすれば10ピップス、20ピップス、30ピップスは、 えー、動きますからね、そういうね、値幅、そういう動く値幅を狙ってやっていってますから、<laughs> 上行きましたね、一回ね、上行ってますね。ちょっと様子見ます。で、実際問題は、ここのバッテン、このバッテンありますよね。これバッテンを押すと決済されます。はい、これバッテンを押せば決済されて終わりですね。で、これは注文いっぱい入るんですよ、バーバーバーってね、難品したり、えと、ー、 と両立てしたりするとね、1個ずつ、まあ、押していくって感じですね、決済していくって感じです。はい、で、時間、注文番号と日にちと時間、いつ注文出したか、取引種別はセルですね、売りですね、えー、そして数量は100ロットだから1000万通貨ですね、通貨ペアは USJPY、価格は110.513で入りましたと。 えー、決済、逆差し値は入ってないですよ。決済価格もまだ入ってないということですね。で、えー、残高は500万円に対して有効証拠金479万円と。あああ。あ、そういうことか。そして、必要証拠金は、あ、そうですね。124万円ですか。余剰資金がまだ350万円あると。 いうことです。えですね。維持証拠金維持率は388%ですよ。ということなんでね、これどうなるかわかんないですけど、ちょっとプラスになったら決済したいんだけど、ちょっと動かないですね、全然ね。まあ、あとは、<laughs> そうだな、まあ、こっちのグラフでですね、もう少しちょっと入れたいですよね、インディケーター。 インディケーターのトレンド。例えば、オシレーターの Mac で、Mac で入れるんだったら、まあ、このままちょっと入れると。まあ、これでね、線が2本、2本出てないので、ちょっと、どうやって2本入れるんですかって話あったんだけど、まあ、それについてまた今度お話ししますと。で、これ上行っちゃいましたね。どうなるかわかんないですね、もうね。<laughs> はい。まあ、ちょっとね、適当にやるとダメですね、やっぱりね。ちゃんと、レンジブレイクを狙ってやらないと、 まあこういう波面になりますね。まあ、今でいうレンジブレイクはこことここかな、やっぱり下のところですかね。うん。ライン、ちょっと待ってくださいね。ラインの水平線のここですよね。ここを、ここを明確に、これいらないね、ちょっとね。 これちょっといらないから。あれを聞いちゃうね。なんですかね。ラインの水平線ですね。こことですね。あとは、ラインの水平線のここですね。ダブルクリックすると動くようになるんで,で、もう一回ダブルクリックしとかないとまた動いちゃうんで、ちょいちょいね。 で、こことこの間をどっちでもいいですから、ブレイクしたら、えー、上だったら上に、えー、ロングエントリーし。この下ですね、下ブレイクしたら、ショートエントリーを入れればいいだけですね。こういう、あのレンジの中でやっぱりエントリーしちゃうと、う揺,らあの揺られちゃうわけですよ。やられちゃうわけですよね。上なのか下なのかって往復ピンで食らっちゃうから、 やっやんない方がいいですよね。やんない方がいいです。レンジの中ではね。うん、まあ、なんとなく下行くような気もするけど、上かもしんないんでね。全くわかんないですから、レンジの中でやっぱりや,やると、気を揉んじゃうんですよね。時間も取られちゃうしね。気を揉むのでやんない方がいいですね、うん。なんとなく下行くから、なんとなくじゃもうダメなんで、お金なくなっちゃうんで、なんとなくって。 なんとなくやめろと。んで、ここの、例えばさ、ここのちょっと200移動平均線か。で、サポートされて上、ここでちょっとね、人工知能が刺激与えられて上いって、ただ、ここの10移動平均線で刺激与えてしたゃいきますよね。だこういうなんかどうでもいいようなことや、人工知能がやってるんでね。難しいですよ、本当に。だから、明確にレンジをブレイクした、 しかもその上の方でまあ入る、または下の方で入るということをやっていかないと、やっぱりいつまで経ってもお金は増えないわけですよね。でちょっとこれ、まあ、下行くと思うので、ここがプラスになったら、一度これバッタンを押して決済します。はい、そんな感じかな。一応ここまでを皆さんもやっといてほしいんですよね。で土日はできませんから、もちろん。あの 口座、はい、解説はできて MT4 の,のダウンロードはできるかもしれないけど、これが開かないんですよね、土日は。えー、為替相場の情報が入ってこないので MT4 にね。だから動かないんですよね。だから、線とかはあんま引けないんじゃないかな、うん。こういう赤とか青とかにもできないので、ローソン菓子ね。だから、 月曜日の朝7時以降から始めていただければと思いますよ。で、もちろん、まあ、僕、月曜日の朝は多分忙しいので、えー、多分昼過ぎぐらいからかな。3時のおやつぐらいから、はい、皆さんこんにちは。j MT4 のデモトレード始めましょう。って。 え、準備できてますかとか話にしますから、その3時のおやつライブまでには、ここまでの設定が終わっていただきたいと思います。それで、えー、デモ講座の講座ログインなんだけど、ここにね、サーバーで、えー、XM トレーディングでも3がない場合、どうしたらいいかということなんですよね。 前の動画で一回やったと思うので、もう一回見てください。<laughs> なんか一番下になかあったような気がしたんだよな今回ね、文句コー3があるのでね、大丈夫でしたけどね、私は。はい。あ、プラス1円になってますね、これ。どうかなどうもう少し行くかな。うわだいぶ下がったんですね。んどうだ プラス1万円っていうのは、えー、0.1ピプスですよ。0.1ピプス下に行ったって感じかな。うん。1ピプス下に行くと、えー、10万円ですから。えー、1000万通貨ですからね、今ね。100ロット1000万通貨やってますから。<laughs> なんかああ、浮っちゃいましたね。様子見ます、もう少しね。<coughs> 動きはあれですね。真夜中ですからね。まあ、ニューヨークはバリバリ昼間ですが、まあ、もう少しで終わっちゃうからね。やっぱり。あと3時間ぐらいで、えー、ニューヨークも花の金曜日なんでね。もうそろそろ頭の中はビールで頭いっぱいになっちゃってるんじゃないですか。ニューヨーク、ニューヨーカーはね。金いっぱい持ってますからね。給料何億円ももらってますからね。 金曜日なので会社出社し出ないんじゃないですかもう。どうでもいいんやって感じになっちゃってると思いますよ。はい。で、あとはいろんな情報とかね、いろんなことできるんですが、まああんまり使わないかな。あんまり使わないと思いますけどね。いろんなことできますけどね。うん。でですね。 まあ、いろいろ、ここら辺でいろいろ設定していくんですけど、注文出した後でもできるんですよ。トレーィングストップっていうのがあって、例えば、まあ、6ポイント、6ピプス、6ポイントって言ってら6ピプス。だから、あの、ずっと利益が出て、一番利益が出たところから、まあ、また戻っちゃってね、マイナス6ピプスまで戻っちゃったら、自動決済っていうトレーィングストップっていうのができるんですよね、MT4 はね。 それがすごい便利かなと思いますね。ずっと見てなくていいんですよ。はい。あとはいろいろ、いろいろできるんですけど、まあ、基本的には私たち、中野研究会は IFO ですから、レンジブレイク、上下レンジブレイクを狙った IFO ですのでね。まあ、それで、ふ利計算で億万長者を狙っていくと。まあ、非常に安全な。 安全な、えー、福利計算投資法ですから、えー、感情トレードでね、感情トレードで、えー、その場で、えー、ボン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 、ロングだ、ショートだ、ロングだ、ショートだっていうのはやっていきませんので、まあ、確実に資産を増やしていかないといけないでしょうん、なんかその、感情トレードでさ、ここで、あ、ロングだ、ショートだ、ロングショートだ、決済だとかやってると、全くもってですね、 システマチックじゃないので、何、うん、て言うかな、いつまで経っても資産は増えないですよね、はい。ゼロで止まってますね。しぶといですね、これね。なかなか下行かないですね。何、うん、ですかね、ここ、特にサポートされてない。あ、2万プラス2万何もなくどーっと凝ってきそうな気もするんですけどね、この辺までね。 うんまあ、ちょっとね、この動画撮影はトレーディングの撮影じゃなくて、MT4 の設定、口座解説とね、はい。そうですねで。これちょっと読んでみましょうか。えー、MT4 プラットフォームをダウンロードしてお客様の、えー、パソコンまたは Mac にインストールしてくださいと。 に、お客様のデモ講座にログインする弊社のどの取引プラットフォームを上記と同じ講座ログインをご利用できますと。まあ、どのって言っても MT4 と MT5 しかないんですけどね。じゃあ、お客様のデモ講座には、何、えー、ですかね。まあ500万円入れておきましたよね。入れてましたよね。はい、はい、はい、はい。こんな感じかな。うん。はい。 一緒でこんな感じで一緒ですね。で <laughs> 実際にリアル講座を作るとえ、こっちの画面の方でログインできるんですよ。そこであの入金したり出金したりというのは、このウェブの方の画面でやります。デ、は、モ、い、講座はもうこれしかないので、ここでやっていくしかこれで終わりですね。リアル講座の場合は、入金ってどうやるのとか出金ってどうやるのというと、ウェブ画面の方で管理画面があるんですよ。自分専用の。 そっちにログインして入金したり出金したり、えー、ポイントを使ったりいろいろできるんですよねで, <laughs> でそっちの方はまだ今回やらないってことですね MT4 であのデモトレードをやっていくだけですねあ、5万円になったね5万円ってのは0.5ピップスなんですよねだったらねうんだから5ピップスいくと50万円ですよ5ピップスマイナスいくと、えー、50万円ですね はい、今100万ロット1000万通貨でかけてますからだからあの1000万通貨かけるのに200万円200万円っていうか必要証拠金124万4516円でいいんですよすごくね便利なんですよね MT4MT4 とか XM っていうのはねだから本当にだ、えっと、から1ピップス10万だから5ピップス50万でしょ10ピップス100万なんですよ だからさ、あの、なんていうのかな、腕さえあれば、で、必要証拠金は100、まあ200万あれば、200万あれば1000万通貨かけられるから余裕で、余裕でかけられるんで、200万あればね。だから、10ピプスで、1ピプス10万、10ピプスで100万なんですよ。で、30ピプスで300万だし、うん <laughs> 安定的に50ピプス取れば500万なん、500万円入るんですよ。利益で。完全に利益でね。50ピプスですよ。ね。皆さんも取ったでしょ今回。DMMFX で。FX デモでね、50ピプスとか。まあ、少なくても10ピプスとか取ってるじゃないですか。1日。で、10ピプス100万円ですから。うん。で、しまあ、必要な証拠金は十分に余裕取っても200万円あれば。 1>, 1日10ピップスで100万円取れますからだからまあ漫才は夢じゃないんですよこれあの本当に本当に億万長者全然夢じゃないんですよでそれなんか勘違いしてる人がいっぱいいて、まあ、それは当然ねあの下手だったら逆方向いっちゃうからあの10ピップスも取れないですよねそれでどん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 お金なくなってまあ一瞬にしてなくなって終わ一瞬じゃないけどね まあ、損切りができなければ終わっちゃいますよね、すぐにね。うんだ方向感分かんなかったり、環境認識わ分かんなかったらね。まずは、自分ルールを守らなくちゃいけないけど、自分ルールを作ることができない人は、MT4 やったって負けますよ、速攻でね。で、自分ルール作ることができたら、次には自分ルールを守りきることができるか。それはもメンタルしかないから。自分ルールを作るのは環境認識。これは技術ですよね。 テクニカルチャート分析とファンダメンタル分析。で次には、自分のルールを守ることができるか最後までね。それはもう、えーと、メンタルですから。メンタルの世界ですからね。はい。だから、その2つができれば別に1日10ピプス、10ピプス100万ですから。はい、そう。だから、200万用意して1日10ピプス取れば100万。2日で、 200万ですよね200万が200万プラスになるから400万になるんですよ。だから最初の自己資金200万を抜いてで、200万でまたスタートすればいいから。で、1日100万ずつ増えていくから10日で1000万ですよ。10日で1000万で、えー、1月20日,あるかで20日あるから1月2000万。5ヶ月で1億いくんですよ。で、それがどうしたのと。 そ,それがどうしたのって僕いつも思うんだけどね。え、なんで1億いかないのつってっ怒られるからさ、またみんなに。だこれ以上言わないけど。うん。<coughs> はい。ということで、今回これで終わろうか。ちょっと、はい。なかなか下行きそうもないんで、まあ、今回これで終わりにさせていただきてまあ、このまま放っときます。下行くと思うんでね。これも、まあ、ほんでトレーディングストップもかけてあるし、 6ピップスでかけてあるんで、まあ、自動掲載されますから、いいかなと思います。それでは、これで終わりにさせていただきたいと思います。千葉県松吉より、トム・クルーズがお伝えいたしました。XMMT4 のデモ,とデモ講座の解説と、MT4 ダウンロード、そしてこの MT4 の、えー、これだね、プロパティの設定ですね。色を変えていただくのと、 最低限、まあ、この移動平均線5本出していただきたいと。というと、マックで、マックでいらねえかな、まあ。まあいいや、まあこれ、まあこの辺出していただければいいかなと思います。それでは失礼いたします。ありがとうございました。